ピンポン。どうしたんや、あかりちゃん。泣くなや、なんかあったんか。実は、うん。パニパニの大冒険が新作アニメ化するらしいんです。は、なんやそれ。は、あの伝説の漫画をご存知でない。いや、知らんよ。アバンスプラッシュ。うわー、なんやボケ。ふはは、世は大魔王。バーン、よくわからんが雑魚そうやな。ふん、なにそれ。それはメラゾーマではない。メラだ、しまくぞ。いやもうほんとなんやねん。うちのわからんネタで一人盛り上がるのやめえや。ふはは、この肉体は仮の体。は、大魔王、真の姿を見せてやろう。うおー。メガネ取っただけじゃねえか。コンパクトにしてみました。うるせえな。この姿でしたできないような最大王妃。メガネあると危ない感じ。天地魔道の構え。いや、どなた？てか調べたら大の大冒険って30年くらい前の漫画やん。お前ほんまはいくつ？アバンスプラッシュ。うわー。ピンポン。新年明けましておめでとうございます。昨年私が大活躍する動画を見てくださった皆様、本当にありがとうございます。違うチャンネルの話かな？皆様の声援のおかげで、私は今日という日を迎えることができました。いただきました恋に応えるべく、新しい年も粉骨粉々で頑張ります。骨粉々。今年のテーマは、レボリューション。そんな芸人おったな。まあ、本当に昨年はいろいろ変化のあった年だったのは間違いないな。ええ、もともとゲーム実況してたのに編集めんどくさくなったから、試しに短めの動画上げてみたら意外に反応良くてそのまま路線変更したのが良かったですね。やめろ、また誰。今年は新しいことにも挑戦してみたいですよね。うん、まあせやな。吹き笑い専門チャンネルとかどうです？ニッチオブニッチ。なんで吹き笑いなんや。いやだって自分でできるし。自前かよ。てか体までバラバラになってるじゃねえか。普通は顔だけやろ。オッケー、こんな感じですかね。歪み矯正するタイプの吹き笑いやめろ。ふーん、仕方ないですね。じゃあちょっとお気に入って、食用タガメチャンネルでも。攻めっ気がとどまることを知らねえな。お前はタガメとか絶対嫌や。じゃあ割った。じゃあじゃねえよ、しばくぞ。食べないから、食用じゃないから。何ちょっと妥協してあげたみたいな言い方してんの。おめえは食用云々関係なく嫌や。じゃあどうするんですか。別にすぐ決めなくてもええやろ。そのうちええやん思いつくかもしれんし、今は視聴者さんが楽しんでくれる動画をいつも通り作っていくだけや。オッケー、しばくぞ。なんでや。2019年応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。そして2020年もよろしくお願いします。バイバイ。ピンポン。順当な順位ですね。ゆかりんに負けた。神に感謝。うん、みんなありがとう。何してんのお前。え、人気投票。お前しかいねえじゃねえか。はあ、この元ネタ知らないとか。あかりちゃんは今まで鼻毛神拳の修行をしたことない人ですね。んなもんねえよ。なんやねんそれ。チェー、しゃあねえな。仕方ないから今回はボーボボの伝説をあかりちゃんにお伝えしてあげましょう。うわうっざ。まずあの人気投票、ボーボボでも有名なネタですね。そうなんか。元ネタはこちら。へえ、ちなみにこれをやったのは連載3話目ですね。狂気やろ。アニメも放映され大人気の作品でしたが、ほう、当時のボーボボのアニメを見た PTA が大激怒。こんなの見てたら頭がおかしくなると言われ、その結果スポンサーがいなくなり、でもなぜか半年放映をしたという、いやー伝説ですよね。ほんまやな。リスペクトでとりあえずアフロに塗っときますね。スーマくん頭につけんな。風評被害も甚だしいわ。てかなんで急にこんな昔の漫画の話始めたんや。いやー実は先日のエムステにボーボボが。いや何しとんねん。面白かったらチャンネル登録してな。